こんにちは。ワンバンコだって。<laughs> こんにちは、ヤッホー。こんばんは。カスタムラブ通り。んあれどうなってんだカスタムラブ通りそのか。試してみたいことをどうぞ。痛みに願い込めて。歌詞違うかも。<laughs> 頭から離れないんだよね。旋律かなのおちゃんの声が。 あの、ベランダもなんか聞いちゃってる。<laughs> なんか髪伸びたよね、私。そうだよね。そうい、気が、言う気がするんだけど、どうゲリラに遭遇。ありがとう来てくれて、みんな。何の通知もしなかったのに。こんばんは。えー、あさって高校卒業だって。えー、思い出できたいっぱい。あ、合ってるそうだよね。マックのリップね。まだ全然、たくさん使ってる。 スマホ持ってたら辻っちゃんとあ、前に見せてください。なんかね、濃かったからちょっと落としちゃったら、あの、これね、生で見てらへんじゃないのこっちは、今でいい感じかも。ちょっと落としちゃったんでね。てか、ジムで汗で落ちちゃった。めっちゃ走ってきた。走るっていうか、なんか、こういうやつ。こうやって足も動かすやつ。今日はな、何事って何めちゃくちゃ可愛いだって。初めまして。ありがとうございます。可愛い、大好き。やったね。 ゴリラって読んじゃって。え、私一瞬ゴリラって書いたから不安になったじゃん、今。<laughs> 可愛いよ、だって。頭いっぱい嘘つけ。えへ岸さん、大学はどうですか大学は、<coughs> ごめんなさい、ツイッターの方ね、もう言ったんですけど、あ、X か。X の方でも言ったんだけど、なんとかね、進級が決まって、まあ、形だけなんだけど、ちょっと来、あの、今年度は、今年度、来年度、2年生では、 再利収がかなり多くなるのではないかと思いますが、頑張ります。かわいいだって。誰だよって言われてる。天野キーキーです。懐かしい挨拶しよう。あのさ、高校2年生16歳の、めっちゃ今だ、今だと大学1年生19歳の天野キーキーです。キーちゃんって呼んでください。ああ、大人になったーって思った自分で、今。<laughs> 今日あ、何のお知らせもない、ごめんね。印象が、印象 ほら、前髪とかね、結構いまいちな感じなんだよね、今。汗、汗から乾かすのめその自然感想で帰ってきたから。交差の一年間だけ通信。あでも私と似てる。私も氷の途中から通信だった。思い出いっぱい、本当よかった。JK できたまあでもね、なんだかんだね、JK なんてやろうと思ったらね、大人になってからでも多分できるよ。<laughs> パフ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 。形上、送信中、ありがとう。はい、ギリギリです、本当に。 二年、二年で二単位。え、それは何一年生からの後期で二単位それとも二年生の中で二単位私は一年生で前期が三単位で後期が九単位だった。マジでやばい。<laughs> こんばんは、だって。こんばんは。<laughs> <laughs> 大学卒業して、え、確かに <coughs>。確かにね。大学卒業したら、社会人のっていうのかな。二 <laughs> 十歳超えて、こういう挨拶するかな。わかんない。でも、でも、十六高校2年生16歳のが頭の中にめっちゃ残ってんだよね。多分残ってる人いると思うんだけど。うん、純ちゃんはめっちゃ憧れてる。 一年生で見たい。おう、でも、そうだよね。忙しいもんねアイドルは特に。お日さーって言われてる。今、いゃん。あ、本当あ,ありがとう。来年高校の受験。あ、そっか。そっか、妹の一個下なのか。ちーちゃんは受験に合格いたしました。皆さんも、まだ終わってない方もいるかもしれないけど。終わった方は受験お疲れ様です。まだある方は、一緒に頑張ろうね。 私は受験じゃないんだけど、私も勉強頑張らなきゃいけないから。なんかなぁ、なんかテックトックさ、いつもやる曲迷うの、なんか難しくないやつでリクエストあったら教えてほしい。ほんま懐かしい。使ってるよどっちも。そうそうそう。き<え>あ、社会人1年生の23歳。確かに。そうだね。4年で卒業できたら。そうね。<laughs> 頑張る。そうね、懐かしいよね。高校2年生16歳の天野ノミですって言ってたの懐かしい。 マジで太,太ること知らなかったなこんばんは。キリラキーちゃんよ。そうだよ。確かね、ギュウちゃんかななんか配信いっぱいやって、みたいな言ってくれたよね。かわいい。結果待ちだから頑張りようがな。あ、そっかそっか。精神使うよね。<laughs> 結果待ちってね。私、家族の私までドキドキしてたもん、ずっと。妹の事件。 今日も可愛い。だって、写真集見またわ言う。見たよってことかな <laughs> ありがとうございますいや。やはりハンバーグついてるかなと思ったけど、ついてなかった。ごめんなさい、品がなくて。<laughs> 中華ハンバーグだったからさ。<laughs> 一度目は去年の生誕祭で、二 <laughs> 回目はカ年のナ・キャオラの2メートルリミットで、え、ルンちゃんとチキ私も撮ってみたい。カレンちゃんと仲いいよ多分結構、カレンちゃん、 カレンちゃんと、大塚もかと、一番最初に友達になった、パレツラムで。あの、カレンちゃんはね、仕事がなかなかかぶんなくてね、あんま会えないんだけど、会ったの最後、クリスマスのイベントかな、チェう機会の。あ、そうだ、3月31、あげといてくださいね、みんな。できれば。なかなか会える機会作れそうにないので、3月31、会えるので、あげといてください。詳細は今後、あの、お伝えします。 ミスマガ2022が可愛かった。あれだよね。あの、エリマンタスのイベント行ってたでしょ。ね結果待ちね、ドキドキするよね。引きもカレン超絶懐かしいね。なんか3人で写真撮りたいんだけどね、なかなか揃わないんだよね。全員多分忙しいからさ。なかなか変ない。そうだよね。言ってくれたよね。ハンバーグ。ハンバーグ。そう、ハンバーグ食べた。<laughs> ハンバーグってしてる。可 <laughs> 愛いいだって。ありがとうございます。 なんじゃ、ああ、でもあるよ、あるよ。全然ある。ね、これ以上ね、3月31日のこと、私から喋ることできないんだけど、もうすぐ、来週には、明日以降、解禁すると思うから、いつかな。私楽しみにしておいてほしい。きーちゃんの写真集が、え、あるとこはあるんだよ。今日もね、最寄りの本屋さんで見つけた。新しい本買ったんだけど、見つけた。 そう。あるとこはあるんだよ。しょないとこないよね。声低くなった。え、なんか最近めっちゃ言われるけど、別に多分低くなってないと思う。低くなったかなでも滑舌トレーニング最近してないから喋りづらい。なんか、下の筋肉が衰えてる感じがする。こんばんは。かわいい。ボディーェア。なんかね、スタイリストさんからもらったボディーミルクみたいな。ボディーミルクじゃない間違えた。あの、あれあれ。ボディーソープめっちゃ使ってるんだけど、最近めっちゃいい匂いでも全然そんな特別なことしてないよ。 なんか、あのーあ,ねあのー、あのあれですねあのあのあれですねあのジム行ったりとかだ胸筋をちょっと鍛えようと思ってますちょっと耐れちゃうなと思ってお胸が鍛えようって思ってますねそうだカレンちゃん誕生日28だからもうすぐだねそっか31もカレンちゃんイベントやるんだよね一緒なのかな多分違うと思うんだけどな私には分からないまだ私もね 詳しい情報知らないんだよね。<laughs> 明日以降了。まだお酒は飲めない。19だから。カレンダーとチョコ、いつ、え、嘘まだ届いてないあ、もうそっか。確かに私もツイッター e r で見かけてないわ。なんかね、そういうのね、めっちゃ聞いてくれて嬉しいし、私も一応マネージャーさんに聞いたりすてるんだけど、なんか、多分ね、あのカレンダーのやつはね、多分違う会社さんがね、やってくださってるんだよね。だから、直接、なんかそのメッセージみたいなの送ってもらう方が早いかもしれない。で 一応あの、マネージャーさんに会った時に、やわり聞いては見る <laughs> さん本当。夢へへ。イさ出した。んとえー、会いに来てほしい。マジで会いに来てほしい。なんかそう、私女の子のファン結構少ないからさ。どんな方でも本当に嬉しいんだけど、女の子は本当たまに来てくれたりすると、あとまあ、学生かな男女問わず。 なんか、全然あの、ほんと、みんなね、これ、前、前も言ったんだけどね。お金、さ、学生は特になかなかお財布厳しいもんがあるじゃん。私も高校生の時とか、あの、ライブとかいっぱい行きたかったけど、行けなかったしお金なくて。チケット代1万円高みたいな。ね、高くないんだけどね、別に。あの、ああ、その、何私に1万円とかそういうことじゃなくて、そのメジャーなバンドさんのさ、ライブとかだと全然1万円とか全然安いぐらいなきゃまあ普通じゃん。高っ,って思ってた。<laughs> だからそういうの、めっちゃ嬉しい。 全然あの、社会人の方が全然あの、来てくれたら別に、それほど嬉しくないとか、そんなこと言ってないからみんなその、ありあしとるのはやめてくださいね。<laughs> 地元の方やだくそうあるところはってね、ないとこないのよ。申し訳ない。ちょっと探してみて。もしよかったらネットでもね、帰るからぜひ。戦々恐々。難しい漢字。そういう読み方なきゃやめなかった。時間待った。本当お疲れ様。報われるといいね、努力が。 悲惨な気になにに気る子はいますかねえ加藤彩のさん私もめっちゃ可愛いと思ってるのとあのミスヤンマガの子あのなんだっけお名前あて出てきそうで出てこないなんかあの挨拶しかしたことなくて全然生で見た時に可愛いと思ったんだけどあと今森麻やちゃんもすごい可愛いで、わかっい,いよね2023の子みんなみんな可愛い本ほんとにみんないい子そうあの全然まだ喋れてないからも全然知らないんだけど <laughs> そうキいちゃんの写真集今でも持ってる今でもってまだ出したばっかだから出したばっかでもないのかなもう2か月も経ってる大人っぽい声に変わったそう本当あのあれですね誰え <laughs> あれ何の話してたっけさっきのちょっと名前えっとねめっちゃ出てきそうなんだよね本当に私最近になってアイドルしてた時より名前覚えるのがめっちゃ苦手になってる気がする 短期記憶はあるんだけど、イベントとイベントの間が空くとね、初めての方は、やっぱね、いっぱい来てもらえるといっぱい覚えられる。<laughs> なんかできるイベントかなワクワク。こんばんは。バレンタインどころかホワイトデーになるで。ということ何が何がイベントあ,あ、そういうこと届くのがカるンんだ。 <laughs> 筋トレの効果え、でもしないよりはいいんだろうなと思ってしてるけど、うち効果。どうなんだろうでも結構ムチムチしてるからな、今。どうなんだろう、まあ、効果。でもやらないよりは多分いいじゃん。少なくとも。あ、耳消えちゃった。ついた。<laughs> 本当にこのテンション、えマジ嘘だよ、みんな。覚悟してきて。あ、そう、写真集でね。女性のファンの方も。なんか、初めてだったかも。 あの、結構、あの、なんか比率っていうか、女の方が3割ぐらいいてくれてびっくりした。嬉しかった。いつも1割もいないから、1割もいないそんなことないかなでも結構少ないから、なんかびっくりした。何で知ってくれたんだろうって感じ。嬉しい。もちろんね、男性もね、めちゃめちゃ嬉しいんですよ。<laughs> ミスアイディの YouTube で本物ヘライザーが可愛いってどういうことミスアイディ懐かしい。 カスタムラブ通りそうのスキンケアは最近はあの化粧水名前思い出せないな。やばい。なんかいろいろ名前思い出せない。あの鹿の化粧水塗って、ワセリン塗ってます。あ、や忘れちゃった。あの、あの、ワセリンが一番いいことに気づいた。あの、私はね、私めちゃめちゃ乾燥して夜どんなにいい乳液、高い、あの、お値段が高い乳液を使っても、夜さ、乾いちゃうのよ。だから、 あのね、ワスリンが一番いい、いいんだよね。会いに来た、会いに来てほしいみん、ね、な家遠いのかな。就活頑張ってって言ってもらえると嬉しいです。就活頑張って。私も頑張る。<laughs> 就活、就活っていうか私は、学業も頑張る。デジタルも出ます。嘘私それ知らない。そうなの出た本当 <laughs> でも多分、もっとあるよね、あの、か、あの、 キンダルっていうのアマゾンキンダルあれカインダルあれなんて言うんだろう <laughs> あれとか多分ありそうだよね。ね。毎年レベル。ほんとだよね。もうほんとみんな可愛い。西尾のぞめちゃん、あのあれだよね。シウマガの子だよね。可愛い。で、顔ちっちゃかった。久しぶりにライブ見れてるし、ほんとありがとう。広瀬すずに見てる。ほんとそんな恐れ多い。 フォロー多いな。どういうこと何が何がな、な、何のフォローフォローしてくれましたみたいな。出てきたかな。悪の秘密、ぼっちヘライザー。え、なにそ、なんだそれ早口すごい。早口かも結構確かに。大好きです。デジタルあるんだちょっと、なんかのお吐き気とかで告知しよう。 ワセリンめっちゃね、あの、保湿が保たれる。なんか乳液に美容成分いらないなって思って。化粧水を閉じ込めたいだけだからワセリンでいいやって思って。最近ワセリン使ったらめっちゃ肌の保湿が続くようになった。うん結構満足かも。わかんないあんまいいの,いいのかわかんないけど、その、少量のワセリンをこう伸ばして使ってる。個人的には、一番いい。カスタムラム通りそうな趣味は、 えー、なんかな、でもな、最近ずっと映画見たり、本読んだりしてるかな。かなでもなんか、そんなに、なんだろう、う趣味欲しいんだよね。なんかスポーツとかしたいの。でも、新しいこと始めるのってさ、 言ってしまったら結構めんどくさいじゃん。何か準備して、何かお金払って、いろんな手続きしてとか。まあ、そういうのがいらない趣味も全然あると思うんだけど。まあ、だから今本読んだりとか映画とかやってるんだけど、なんか、え、それやってるんですかみたいに言われる趣味は、なんか欲しいなって思う、最近。仕事にも活かせそうだし。YouTuber? 法律関係の授業。してない全然。あ、してるわかんない。税金系は取ってたかもしんない。全然多分落としちゃったと思う。 ラブ注入。<laughs> 金髪リサさんとの記事で知りました。ああれかな美女画報かな鳥さんと金髪リサさんにたくさんインタビューしていただいて、すごいいい記事だったなって。あ、めっちゃ上から見せるんだけど。思う。あの、すごい。ぜひ読んでほしいです。男女、老若男女。あの、おっぱいへのこだわりをね、いっぱい話したので。花粉症あるよ。杉がダメかな。 好きな作家さんは林真理子さん。やばい、マジで足、足がめっちゃしびれてる。もう8時なんだ。ドライブ楽しいよ。えー、そう、勉強取ったらドライブしたいなとかも思う。山崎健人さんは好きあの、なんか一回違うかもしれないんだけど、なんか、あー、やばい、マジで足びれてる。痛い痛い,痛い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 。あの、テレビ局で一回だけ見たことがあって、 多分ね、多分そうだったの。で、あ、お疲れ様ですって言ってすぐ取り過ぎちゃったけど全然見てないんだけど、多分、多分そうなんだよ。多分ね。あの、チラッと見たのが、あ、みたいな、あ、山崎健太さんだ、みたいな。だったんだけど、マジで、背が高い、なんかもうほんとスラッとしてた。そう、そうそう、すごかった。オーラがすごかった。<laughs> 一緒に筋トレしましょう。筋トレ筋トレ一緒に えー、筋トレは一人がいいよー。みんな逆に筋トレみんな友達とかとすんのかなえー、やったことない人と、やったら楽しいのかな新しいかそう、めんどくさいのよね、なんだかんだ。だかそのなんか、ハードルが高いんだよね。一番泣けるドラマあ、と最近は、泣けるかどうかわかん、まあ、泣けるところもあると思うけど、不適切にはほどがある。見てる。さ、流行りに、乗ってみてる。<laughs> そう、でも、そうね、一番、 泣けるドラマかなああ、最愛あの、最愛はやばかった。2023ベストは最愛かも。個人的2022ベストはファーストラブだった。ドラマは。逆にみんなおすすめある演じたキャラ2位にあげた読んだかわかりませんが、演じたキャラ2位にあげた、はるかちゃん、くにおかさんコンビまた見たい。おーえそっか、あ,あれだよね、おはぎきでさ、 あの、何が好きですかみたいな。あれ、違うかなあげたやつじゃない違う <laughs> あ、お手紙。お手、えお手紙書いてあったっけそれ。違うどっちかなで、そう、それは、えそれははるかちゃんとくにおかさんコンビ。私もやりたいんだよ。でもさ、あの、ミスマガジン2021がもう、たぶん芸能界で6人揃うことが、ある、な、なんかないと思うんだよね。あの、あの、さ、そう。 まあ、いろいろあるやん。<laughs> だから、そう、そロ、うー、ソなんかみんなでやりたいなーっていう気持ちがすごいある私も。グリーンバレット2やりたいし。<laughs> めちゃめちゃやりたいよ、私も。新しいことめんどくさいけど転職す、えそうなの転職するの新しい環境緊張す、ああ、めっちゃ鼻水出そう。緊張するよね。頑張ろうね。オカビとは、会うことあるよ。山オカビアビじゃない、じゃちょっと。 山岡みやびって呼ばないで、オカピのこと。呼び捨てしないで。<laughs> なんかな自分だと許せんだけどな。最近寝転がり配信ないですね。寝転がり配信あー、確かに。あれすっぺんの時とか髪かずれてももうどうでもいい時にやってるからな。え <laughs>、そう、多分山崎さんだったと思う。多分そうだと思う。そう。そう足伸ばしてた。<laughs> でもなんか、ジム行った、行くとよく、友達とかって筋トレしてる、あの、高校生の子とか見ると、若いな、いいなって思う。なんかすごいさ、一緒にやっててさ、ああ、すげえ、と思って、見てる。で確か友達といるとさ、私自分に甘いからさ、なんか、あんま、でも私、あの自分に甘いって言ってもそういう悔しいの嫌いだけど、なんかこうやってああ、お辛いもうやめたいって言ってやめたくなる時とかいっぱいあるから、そういう意味では、 なんか止めてく、いや、やるよって言ってくれる友達だったらめっちゃいいかもしれない。21歳の女の子が嵐、あでも確かに十一歳とかだと嵐世代なのかも。思えば長い付き合いだ。令和のグ,グラビアクイーンって言われてる沢口さんと菊池さん。え、どっちもクイーンだよ。クイーンが二人じゃいけないの <laughs> どっちも食いんだよ。もう私からしたらね。まあ、どっちの良さも永遠に言える気がするもん。どうでもいい、どうでもいい配信なんじゃなくて、髪がどうでもいいって言ってたから、そういうことだからちょっとやめてよ、それって、あげしとんの。もう、やめてくださーい。かわいい、だって、嬉しい。広ろそんなもう、そんな恐れ多い。さきです。配信お邪魔しました。そうだよね、もう8時、 そうか、じゃ、8時10分ぐらいのたらやめようかな。私何世代なんだろう。でも、あんま、男性アイドルハマったことないんだよな。なんだろうね。でも、オーディション番組は妹の影響で結構見てたかも。あの、なんだっけ。エんハイフンハイフンとか、見てたかも、一時期妹と一緒に。 キリちゃんに質問来たらどうするなんかね、思うんだけど、なんか品のない質問に答えたら自分も品がなくなる気がするから、私その、もう、これは、リポもそうなんだけど、私基準かな、全部。私が、え、なんかそれは違うって思ったら、いいね押さないし、質問も返さないけど、私が嫌じゃなかったら全然返すし、いつもありがとうって思ってるよ。語彙力伝わる <laughs> でもうまく言えない。 清宮世代清宮って何だろう。ハート作ってください。え <laughs>、遊びは好きええー、ライブ行ったことない。えー、でもすごそう。あれ、だってアイドルとかの真歌で歌われたらさ、もう、はぁーってなっちゃわないそう、私だけそう思うの。セブチ、妹セブチ好きだよ。こんばんは。私は香港から来ました。香港にいらっしゃるんじゃなくて来てるの日本に。ワンかワンイいだって。 テキさんの胸、え、めっちゃ嬉しいかも、それ。あの、沢口愛花ちゃん。あの、もう、自分からは遠い存在っていう意味合いで、ちゃん付けで呼ばせていただきたいんだけど、もう、もうファンだから、もう。一回出来合った時も、もう可愛くて、本当に。でも、沢口愛花ちゃん、やばいよね。本当に可愛い。あの胸の形とか、大きさとか、すべて完璧で大好きなんだよね。 あの、健康的な感じの体で、だけどすごい痩せてて、あの、すごい痩せてるってのはガリガリとかじゃなくて、グラビアの、すごい一番いい体型だと思う。本当に素敵。もう大好き。顔もキュンってしてて可愛いし。あ、ケンですは確かに。高校生の時めっちゃハったかも。天野世代。お、それは嬉しいわ。いつかそう言ってもらえるように頑張るわ、もう。全国民に。<laughs> 沢口さんいいよね。めちゃめちゃいいよね。 アサヤンとおじさん。え、なにそれそんなのそんなのあるのロシアからのご挨拶すごい。いっぱいいっぱい来てくれて他国、他国、他国、他国の方が。結婚がもうめっちゃある。いや、なんかね、絶対子供が欲しいなって思う。あの、自分が一生主役の人生にいつか、あの、飽きてしまうんじゃないかっていう不安が今すごいあるから、いつか子供欲しいなって思う。なんかそんなに、 20代じゃなく、なくても、30、40、まあ、さ、40代になると私に、あの、体力ないから出産できる、あのー、自信ないけど、30代くらいで子供がいたらすっごい幸せだろうな、と思ってるけど、なかなかね、自分一人の問題じゃないからね。でも子供欲しい、本当に。<laughs> お顔大好きだってめっちゃ嬉しい。最近さ、あの、親戚の子に会う機会が結構あの、 あの、家族で、あの、多くて。めっちゃ可愛いんだよね。なんか私、今まで子供めっちゃ得意ってわけじゃなかったんだけど、ファンの子とかでもさ、たまにちっちゃい子が来てくれて、お手紙とか書いてくれると、私も本当に幸せと思うんだよ。あ、ごめんなさい、止まっちゃいました。充電がなくて。<laughs> したから、なんかもう本当、子供がいる生活っていいなと思ってる。でもそれは多分ね、子供がいる生活のいいところしか見てないからだと思うんだけどね。 もっともっと大変、想像する大変さだとは思うんですけど、いつか子供育てたいなって思う。体力ないのか、だって。<laughs> 丸顔で世界一最高、ほんと結婚して、だって。<laughs> どうしようかな。 まあ、ますます大人、大人めちゃって、だって、大人、最近めっちゃ言われる、それさ、いいのかな、悪いのかな、なんか昔の自分の、の方が、なんかすごい、昔の写真見返すと、細い、可愛い、みたいな気がして、結婚式呼んでください、だって、確かになんかもう、でもね、みんななんか、特に昔から応援してくれる、なんか、こじじの皆さんは、見て、あのじじっていうファンネームね。皆さんは、そうだよね、親みたいな感じで応援してくれてる方もいっぱいいると思うんだけど。ふふ。 でもね、なんていうかね。なんか、あ、私何を落としたんだっけ思い出せない。ウェディングスラック姿絶対見るとって。じゃあ見せちゃう。<laughs> いつかね。遠い、遠いいつかね。<laughs> 何の目のもないから。<laughs> えー、そろそろ終わりにしようかな。なんか私落としてたんだよな。思い出せない。ミスアイ ID の YouTube。あ、ゆうゆうがいる。ゆうゆう。アイドルしてるよね、今。 すごい。めっちゃ可愛い、あの衣装とか。めっちゃ細いし。ミサイリーの YouTube 見てよ。あのおぼこさ。あー懐かしい。あ、そうだ、高校生の時の話だ。高校生の時めっちゃなんか、うい、だけあの感じがなんかもう出せなくて、メイクとかも思い出せなくて。 何が違うのか分かんないんだけど、顔が変わった気がするんだよね。特になんか整形とかは全然してないんだけど、顔が変わった気がしてて、良くも悪くも。いいところもあるんだよ。でもね、自分的にはなんか前の方がいい気がして。そうそうそう。ちいちゃんの隣なんか、んまあ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 。<laughs> キャノイ、あ、ねえ、結婚したみたいでね。なんか、あんま最近、話せてないから緊張知らないんだけど。 すごいよね、幸せそう。ゆうゆう、ありがとね、いつも。ね、ゆうゆういるね。じゃあ、そろそろ終わりにしようかなと思います。色気ほんとそれいいこと <laughs> じゃあ、そろそろ終わりにしますね。レリラライブ多分15分弱ぐらい見てくれてありがとうございました。すいません、ジャージで <laughs>。じゃあ、終わりにしまーす。 Bye bye.